ナージャ・ティラーは、オーストリア出身のドイツで活躍している女優。日本語では他に、ナージャ・テイラー、ナジャ・ティラー、ナジャ・テイラー、ナディア・ティラー、ナディア・テイラーの表記もある。ウィーンで生まれる。父は俳優、母はオペレタの貸典女優。学校に通いながら、バレエを習い、後に、有名なマックス・ラインハルト・ゼミナールで演技を学ぶ。1947年に、 舞台デビュー。ファッションモデルとしても活動する。1949年にはミスオーストリアに選ばれている。映画には1949年に初出演。以降1950年代から1970年代半ばにかけ、主演女優として数々の映画に出演。1958年には戦後ドイツ最大のスキャンダルと言われ。 政在界を揺るがせた高級コールガールのローズマリーニトリビットを描いた映画スキャンダルで主役のローズマリーを演じた。この作品は第19回ベネツィア国際映画祭イタリア批評歌賞と第16回米国ゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞し彼女の代表作の一つとなっている。 1960年には映画ラビリンスでドイツ映画賞現賞を受賞。ドイツ・オーストリア映画のみならず、フランス映画、ハリウッド映画、イタリア映画にも出演し、ジャン・ポール・ベルモンド、ジャン・ギャバン、ミレーヌ、ドモンジョ、マルチェロ・マストロ・ヤンニラと共演するなど、国際的に活躍。ロベルト・ロッセリーニ監督の映画、アニマネラ、ジュリアン・デュビ,ビエ監督の映画、家系の部屋、 ルネクレマン監督の映画、危険な、巡り合いなど、ヨーロッパ映画界の巨匠たちの作品にも出演している。1970年代半ば以降は、テレビドラマで活躍しているが、2005年には、俳優のティル・シュバイガーが監督主演を務めた映画、裸足の女にシュバイガー演じるニックの母親役で出演。この、裸足の女は、 東京で開催されたドイツ映画祭2006でも上映され、健在ぶりを示した。2009年も映画と TV ムービーに出演。私生活では1956年に俳優のワルター・ギラーと結婚。ドイツ芸能界切手のおしどり夫婦だったのが有名で、2006年には結婚生活50年を迎えている。そして同年に夫婦でバンビ賞の功労賞を受賞した。 彼との間に子供が二人いる。日本公開作では映画家計の部屋と映画女と男のある限りの二作に夫婦で一緒に出演している。2000年ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞。2011年12月15日夫のワルター・ギラーと死別。2006年11月30日シュトットガルトのベンツ博物館で開催された受賞式に 夫婦で出席。カキリンクでは受賞式で元サッカー選手のフランツ・ベッケンバワーと一緒に写った写真も紹介されている。ナージャ・ティラー写真集。ありがとうございます。